んなの犠牲者はどこ行った死んでしまったの365日基盤で溢れ返るインターネットをよし壊してるよ浮き出しの悪意はありそうなんですがそれなら話を作って差し上げる使い古された皮肉に醜いエコー混ぜ込んでこねてフラットを出し合った出しに行くだけで着くようなものをうまく使って聞いてたんだよラジオのパターン今日も一人死んでしまったよレグラ年中といてる爪の切れ味に優越する芋虫の胸健康のことばかテレビでやってた正義感振りかざして積み浸ってんだスーパーラファンの言葉もあの音楽も褒められやかしねイラッと来たあなたからまたやり遊ぶならどうぞ僕ら歴史を見せてあげる光の少女の虹色の目の奥深く持っていくのはどこのどいつのせい